次ですが、なかなか見られない海の生き物の話題です。堺市三国町の越前松島水族館では、全国的にも珍しいウミウシの一種、花電車が展示されています。こちらの花電車は、赤や黄色の斑点の模様や刺激を与えると青白く光ることから、飾り立てた電車に例えて名付けられました。主にインド洋や南太平洋に生息していますが、こちらでは石川県内の定置網にかかったものや、水族館近くの海で捕まえたものなど8匹が展示されています。詳しい生態は分かっておらず、飼育も難しいという花電車。訪れた人は貴重なウミウシを興味深そうに見つめていました。ウミウシの中でもだいぶ変わった生き方をしています。このウミウシ、面白いのが浮いて移動したりすることがありますので、腕姿とかもですね、見ていただければと思います。展示は来月上旬までです。